こんにちは、教育学専修です、この動画では教育学専修の、普段の様子を皆さんにご紹介できたらいいなと思います。ではどうぞ。ここはモデル教室と呼ばれる場所です。実際の小学校の教室を再現しています。今動画で紹介しているのは教育方法学演習という授業です。この授業では教室内における掲示物の貼り方や作り方といった学級経営の基本となる方法を身につけることができます。これは授業中の活動の様子です。続いてやってきたのは教育学専修の研究室が集まる場所です。その横に共同演習室3という部屋があります。ここでは友達と文献を読んだり研究について話し合いをしたりしています。教育学専修では教育の歴史や方法などといった教育について幅広く学ぶことができます。また副免許や資格の選択肢が広く、自分の興味を持つ分野について深く学ぶことができます。これは話し合いの様子です。教育学専修について知っていただけましたか？これで教育学専修の紹介を終わります。